ゴムが焼けたような匂いがする。三浦半島の南端に位置する神奈川県三浦市の住民から119番通報があったのは6月4日の20時過ぎだった。三浦市横須賀市を管轄する横須賀市消防局の担当者が異臭騒ぎについて話す一報があった20時過ぎから約3時間にわたってガスのような匂いがするシンナーや塗料のような匂いがする何かが焼けているような匂いがするなど様々な表現での通報が150件ほどありました。中には異臭で気分が悪くなり病院に搬送された方もいます。こうした通報は三浦市から徐々に北上するような形で半島中央部の横須賀市に移動、そして横須賀市の北西に位置する逗子市でも22時5分頃に通報があったという。つまりこの時間帯には三浦半島のほぼ全域で異臭が漂っていたことになる。異臭の原因は不明です。タンカーのガス抜きなどで異臭がすることはありますが、その場合は10分程度の短時間です。これだけ広範囲で長時間にわたる異臭は初めてのこと。ゴム、ガス、シンナーなど異臭の表現が様々だったことも今までにありません。こうした通報を受け横須賀市の海上保安部も異臭調査を行ったが、船舶に積まれた油が海に流れ出し揮発してその匂いが流れるといった原因が考えられましたが、付近を航行する船舶に確認した結果特に事故はありませんでした。ではこの異臭の原因は何だったのだろうか。立命館大学環太平洋文明研究センターの高橋学特任教授が解説する。活断層が動いて地震が発生する際どんなことが起きるのか、それを知るために円柱形の岩盤を人工的に圧縮する実験に立ち会ったことがあります。その結果、1、X 軸に割れ目が入る、2、割れる少し前に電磁波が出る、3、焦げ臭いような、ガス漏れっぽいような、言葉に困るような匂いがする、4、岩盤が破裂する直前に光が出るということが分かりました。今回の三浦半島の異臭騒動では、通報した人々が、ゴムが焼けたような、ガスのような、シンナーのような、など、異臭を様々な形で表現している。岩盤が割れた時に発生する匂いの特徴に似ているので気になります。三浦半島には北米プレートの下にフィリピン海プレートが沈み込んでいる相模トラフという場所があります。ここで北米プレートが割れるか跳ね上がると地震になる。もしかすると今三浦半島の地下の北米プレートが割れているのかもしれません。相模トラフで起きた代表的な地震といえば1923年の関東大震災だ。このクラスの地震が起こるのか。異臭が三浦半島だけならば三浦半島直下型地震で収まるかもしれません。しかし房総半島の南部でも同じような異臭が発生していたら相模トラフ由来の大きな地震になる可能性があります。原因不明の異臭が岩盤の割れによるものでないことを祈りたい。最近日本のあちこちで震度4の地震が頻繁に発生しているのもあり、地震への備えも忘れずにいたい。